こんばんは。ハロー、参ります。先日の10月5日、私、二十歳の誕生日でございました。ありがとうございます。まあ、本日は、まあ、学校もね、ちょくちょく行って、LINE とかで誕生日ですよって言ってたんで、まあ、友人から、まあ、たくさんのプレゼントいただきましたので、そちらで、ちょっと豪華に、一人パーティーを開きたいと思っております。まずはこちらコカ・コーラですね。もうちょっと空いてるんですけど、もう炭酸が抜けかけてますね。そしてこちらあっさり美味しいカップヌードルシーフード。自分ねエビアレルギーなんでね、こういうシーフードはねエビ入ってないんですよ。あの、普通の醤油は入ってるけど。これは非常にありがたいですね。使っていきますか。こぼれそうだった。いただきます。もう夜だけどね、やっぱタンプルはもらったその日中にいただかない。本来ならね、このラインナップに母親からもらったスタバのドリンク券とあれフードチケットがあるから、それが追加されたんだけど、今日はスタバ行けなかったから。まあ、久々にカップ麺食べた。これを、フォークでね。流し込むと、もう映らないよ。映んないよ。こういうパン詰めな画角多いよな、YouTube。あの、サンプルはね、これかな、父親からもらったボディパナソニックかなんかヒゲ剃りみたいなやつ、ここにこれアタッチメントつけられるって、これそれでガチャガチャって調整できる。すね毛とかこれで眉毛もできるし楽ですね。あとねヨガマットをねおばあちゃまにいただきました。これで痛みがなく、膝に痛みはなく、腹筋ローラーができます。もう二十歳ですね。先日内定式があったんですけど、そこじゃまだ二十歳じゃなくて飲めなかったから、またね、懇親会あってほしいな、会社。一回飲みたいね。同期の人が。会社の人と。まあこれから、まあ、このチャンネルがどうなっていくかわからないですけど、わかるか方向性決めてますけど、まあどうだろうね、社会人になって動画を上げられるほど余裕があるのかって問題ありますよね。今いる県から離れる可能性が高いからね、全然引っ越す可能性あるからな。カップヌードルはね、味噌が一番好きかな。あれ、味噌とか、辛麺がうまかった。CM でやってるさ、タンタンはちょっと食べたんだけど、ナッツとかザーサイが全然なくて、ちょっと物足りなかった。変わる。CM であんなだけ、ザクザク、トリトリ、タンタンって言ってる割には、入ってねえなって。二十歳の抱負は何ですかね。痩せるかな。まあ、あとは、感謝の言葉を各方面に伝えながら、卒業して入社していきたいです。もうちょっと麺が欲しい。感謝。二十歳になった鳩を、改めてよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。